キネシンは生体分子機械として機能するタンパク質複合体である。それはナノスケールでのタンパク質動力学を利用する。タンパク質複合体または多タンパク質複合体は2つ以上の関連するポリペプチド差のグループである。異なるポリペプチド差は異なる機能を持っている場合がある。これは単一のポリペプチド差に複数の触媒ドメインが見られる。 多酵素複合体とは異なる。タンパク質複合体は四次構造の一種である。タンパク質複合体の中のタンパク質は、非共有結合的なタンパク質、タンパク質相互作用によって連結されており、異なるタンパク質複合体は、時間の経過とともに安定性の程度が異なる。これらの複合体は、多くの生物学的プロセスの基礎であり、 それらが一緒になって様々なタイプの分子機械を形成し、様々なタイプの生物学的機能を実行する。細胞はモジュール式の超分子複合体で構成されており、それぞれが独立した個別の生物学的機能を果たしていると考えられている。近接することにより、酵素複合体と気質間の結合相互作用の速度と選択性が大幅に改善され、 細胞効率が向上する。タンパク質を管理するための解放細胞を破壊する手法の多くは、このような大きな複合体を本質的に破壊するため、複合体の構成要素を決定することは、多くの場合、困難である。タンパク質複合体の例としては、分子分解のためのプロテアソーム、およびほとんどの RNA ポリメラーゼが挙げられる。安定した複合体では、 タンパク質間の大きな素水性界面は通常2500平方を超える表面積を占める。バシラスアメラリークフシャンズのリボヌクレアゼバルナーゼとその阻害剤の複合体タンパク質複合体の形成は一つまたは複数の複合体メンバーを活性化または阻害するために役立つ場合があり、このようにしてタンパク質複合体の形成はリン酸化に類似することができる。 個々のタンパク質は様々な異なるタンパク質複合体の形成に関与できる。異なる複合体は異なる機能を実行し、同じ複合体でも様々な要因に依存して全く異なる機能を実行することがある。これらの要因には以下のようなものがある。多くのタンパク質複合体は特にモデル生物である酵母株のサッカロミセスセラビシでよく理解されている。 この比較的単純な生物については、現在、タンパク質複合体の研究が、ゲノム全体で行われており、酵母のほとんどのタンパク質複合体の解明が、進められている。タンパク質が生体内で単独で安定した十分に、折りたたまれた構造を形成できる場合、そのようなタンパク質が形成する複合体は、非弁性タンパク質複合体と呼ばる。しかし、 タンパク質の中には、単独では安定した十分に折りたたまれた構造を形成できず、構成タンパク質を安定化するタンパク質複合体の一部として存在するものもある。このようなタンパク質複合体は、変性タンパク質複合体と呼ばれている。一時的タンパク質複合体は、生体内で一時的に形成、分解されるのに対し、永続的複合体は、 比較的長い半減期を持っている。通常、便性相互作用は永続的であるのに対し、非便性相互作用は永続的、または一時的のいずれかであることが判明している。変性相互作用と非便性相互作用の間には明確な区別はなく、むしろ pH やタンパク質濃度などの様々な条件に依存する連続体が存在していることに注意を要する。ただし、 一時的相互作用と永続的、安定的相互作用の特性には重要な違いがある。安定した相互作用は高度に保存されているが、一時的な相互作用は保存されていないこと、安定した相互作用の両端にある相互作用タンパク質は一時的な相互作用よりも強発現する傾向が強いこと、一時的な相互作用は安定した相互作用に比べて、 強極在化していないことが挙げられる。本質的には一過性であるが一時的相互作用は細胞生物学にとって非常に重要である。人のインタラクトムにはそのような相互作用が豊富に含まれており、これらの相互作用が遺伝子制御やシグナル伝達の主役となっており、天然編成領域。 ネイティブ状態で動的な相互変換構造を示す、タンパク質中の領域を持つ、タンパク質は、一時的な制御とシグナル伝達の相互作用に富んでいることが分かっている。ファジータンパク質複合体は、結合状態の中に一つ以上の構造形態、または動的な構造的リスオーダーを持っている。これは、タンパク質が一時的複合体でも、永続的複合体でも、 完全に折りたとまれないことがあることを意味する。その結果、特定の複合体は、環境シグナルに応じて変化する曖昧な相互作用を持つことがある。従って、異なる構造の全体的効果は、異なる生物学的機能をもたらす。翻訳語就職、タンパク質感相互作用、または選択的スプライシングは、相互作用の神和性や得意性を微調整するために、 ファジー複合体のコンフォメーションアンサンブルを調節する。これらのメカニズムは、深核生物転写機構の制御によく用いられている。酵母複合体の必須タンパク質は、偶然に予想されるよりも、はるかに少ないランダム性で発生する。いくつかの初期の研究では、必須性とタンパク質相互作用度の強い相関を示唆したが、その後の研究では、この相関が二種間。 または一時的相互作用では弱いことが示された。しかし、この相関は安定した強複合体相互作用のネットワークに対しては強い。実際、不釣り合いな数の必須遺電子がタンパク質複合体に属している。これにより、必須性は個々の構成要素ではなく分子機械の特性であるという結論に至った。ワンダは より大きなタンパク質複合体ほど必須的である可能性が高く、なぜ必須遺伝子が高い強複合体相互作用度を持つ可能性が高いかを説明した。ダイアンらは複合体全体がモジュール必須性として不可欠であるように見えるという観察に言及した。これらの著者らは複合体はランダムな分布を示すのではなく必須タンパク質または 必須タンパク質のいずれかで構成される傾向があることも示した。ただし、これはオールオアナッシングの現象ではなく、酵母複合体の約26%のみが、必須または必須のサブユニットのみから構成されているに過ぎない。人ではタンパク質産物が同じ複合体に属する遺伝子は同じ疾患の表現形をもたらす可能性が高くなる。 多量体タンパク質のサブユニットは、ホモ多量体タンパク質のように同一であっても、ヘテロ多量体タンパク質のように異なっていても良い。多くの可用性タンパク質や膜タンパク質は、細胞内で、ホモ多量体を形成し、実際は、タンパク質構造データバンクに掲載されている、タンパク質の大部分は、ホモ多量体である。ホモ多量体は、 多くの経路の多様性と特異性に関与しており、遺伝子発現、酵素の活性、イオンチャネル、受容体、および細胞接着プロセスを仲介および調節している可能性がある。神経細胞の原型質膜に存在する電位依存性カリウムチャネルは40個の基地のアルファサブユニットのうち4個のサブユニットからなるヘテロタ量体タンパク質である。 多量体タンパク質チャンネルを形成するには、サブユニットが同じサブファミリーである必要がある。このチャンネルの三次構造により、イオンは素水性の原型質膜を通過して流れることができる。コネクソンは6つの同一のコネクシンからなる、ホモ多量体タンパク質の一例である。コネクソンのクラスターは、電気的シナプスを介して、信号を伝達する2つの神経細胞の キャップ結合を形成する。ある遺伝子によって高度されるポリペプチドの複数のコピーが複合体を形成する場合、このタンパク質構造は多量体と呼ばれる。マルチマーが特定の遺伝子の2つの異なる変異誘発遺伝子によって産生されるポリペプチドから形成される場合、今後、 マルチマーは、それぞれの変異体が単独で形成した、非混合マルチマーよりも高い機能活性を示すことがある。このような場合、この現象は遺伝子内相補正、あるいは対立遺伝子乾燥補正とも呼ばれている。遺伝子内相補正は、真菌ロスパークラッサ、サッカロミセスセラビシ、スキズーサカーミシスポンベ、細菌のサルモネラタイフィムウリアム、バクテリオファージティ4、 RNA ウイルス、ヒトなど様々な生物の様々な遺伝子において実証されている。そのような研究では同じ遺伝子に欠陥がある多数の突然変異がしばしば単離され遺伝子の遺伝地図を形成するために組み換え頻度に基づいて線形順序でマップ化された。別に相補性を測定するためこれらの突然変異体をペアで組み合わせて試験された。 そのような研究からの分析結果は一般的に遺伝子内相補正が多量体を形成するための異なる欠陥を持つポリペプチド単量体の相互作用から生じるという結論を導いた多量体形成ポリペプチドを高度する遺伝子は一般的であると考えられるこのデータの一つの解釈はポリペプチド単量体は多量体の中で整列していることが多く 遺伝筆上で近くの部位で欠損した変異体ポリペプチドは機能が不十分な混合、マルチマーを形成する傾向があるのに対し、遠くの部位で欠損した変異体ポリペプチドはより効果的に機能する混合、マルチマーを形成する傾向があるということである。自己認識と多量体形成に関与する分子漢字からについては、ジェハルによって議論された。タンパク質複合体の分子構造は、 X 線結晶構造解析、単粒子解析法、核気共鳴などの実験的手法によって決定することができる。また、タンパク質、タンパク質ドッキングという理論的な選択肢も増えてきている。一般的に使用される一つの方法は免疫沈降法である。最近、レイクと共同研究者らは生細胞内のタンパク質複合体の四次構造を 決定する方法を開発した。この方法は、スペクトル分解に公子顕微鏡を用いた、ピクセルレベルのフェルスター共鳴エネルギー移動効率の決定に基づいている。フレット効率の分布は異なるモデルに対してシミュレーションすることで、複合体の形状と化学量論を得ることができる。誤ったアセンブリは、破壊的な結果を招く可能性があるため、 多タンパク質複合体の適切なアセンブリは重要である。アセンブリ経路を研究するために研究者は経路の中間段階を調べる。これを可能にする技術の一つが異なる中間状態を同時に識別できるエレクトロスプレー質量分析法である。これによりほとんどの複合体が秩序だったアセンブリ経路に従うことが明らかになった。 編成アセンブリが可能な場合によっては、非編成状態から編成状態への変化が凝集を引き起こすため、複合体の機能を機能不全へと移行をもたらす。多タンパク質複合体がどのようにしてアセンブリするかについては、タンパク質の構造がその役割を果たしている。タンパク質間の界面を利用して、アセンブリ経路を予測することができる。 タンパク質の固有の柔軟性も重要な役割を果たしており、柔軟性の高いタンパク質ほど、相互作用に利用できる表面積が大きくなる。アセンブリーと分解とは異なるプロセスであるが、それらは、ホモマー複合体とエ、テロマー複合体のそれぞれで、可逆的である。従って、全体的なプロセスは、逆アセンブリ・アッセンブリーと呼ぶことができる。ホモタ両体複合体では、 ホモマータンパク質は進化を模倣した方法でアセンブリーされる。つまり複合体の進化歴の中に複合体の中間体が存在しているのである。これとは逆の現象がヘテロ多量体複合体で見られ、元のアセンブリ経路を維持したまま遺伝子融合が起こる。ありがとうございます。